さあ、2001年のワールドさばきチャレンジ軽量級決勝が今始まろうとしております。まあ、いろいろな番狂わせもありましたが、この2人は勝ち上がってきましたね。はい。これは楽しみなカードです。さあ、まずコールされますのは、ゼッケン11番をつけました、竹内大作選手、大阪からのエントリー。若干19歳、身長167センチ、体重は約70キロ。さあ、相対しますは、ゼッケン14番をつけました、野党雄二選手、デンバーからのエントリーです。身長は160センチ、体重は65.8キロとなっております。さあ、これも楽しみな戦いと言ってよろしいんそうじゃでないすですか。ね。さあ、野党選手、約1年半の総本部打ち弟子の修行中であります。さあ、相変わらず軽やかなステップから相手に攻いい撃でがす与えね、まリす。ラックスして、いい動きですね。さあ、お互いにステップを踏みながら相手を見ている状態でしょうか。さあ、今バランスを崩しかけましたが、膝蹴り危ないです。さあ、これで仕切り直し。さあ、片方の選手が前に出れば、片方が下がるという感じですそうですね。ね、横に回りながら下がります。さあ、いい内もも。さあ、ここまでもちろんポイントありません。まだ見合ってる状態ですね。一覧で見合ってるといった状態でしょうか。まあ、竹内選手の急所をうまいことついていく攻撃かですね、はい、野党選手のさばきのテクニックですね、はい。横に入っていく。さあ、今顔面を少しブラッシュしましたが、これは。さあ、第1ラウンドも終了いたしました。見合ったまま終わりということですね。五分ですね。今のところ五分と五分ということです。ローキックを掴んで、足を掴んでの投げに持っていこうとしたんですが、はい、両サイドから掴んでましたね。なこれではるポイントになりません。さあ、第2ラウンド目、軽量級決勝、野党雄二選手対竹内大作選手の戦い。竹内選手は昨年度さばきジャパンで3位入賞を果たしております。大会最年少。さあ、対します野党選手、今バランス崩しましたが、今のはポイントではありません。まだ走者五分と五分と言ってよろしいそうででしょうすか、アキさん。ね。さあ、双方決め手はありません、今のところ五分と五分。竹内選手も今までの選手とはちょっと勝手が違うみたいですね。なるほ攻どね。めきれないですね。はい。さあ、硬直した状態ああ、から、ちょっ今顔と面にパンチが高かったですね。入りましたね。あ、この横に入りました。注意が与えられます。竹内選手に注意が与えられました。ローキック。さあ、2ラウンド目が終了としましたが、掴んでの投げですね。惜しいですね。バランスを崩さなければ今のポイントになったんですが。さあ、第3ラウンド目、最終ラウンド、双方ペナルティポイントともにありません。決定的な技もありませんでした。1ラウンド、2ラウンド。やや野党選手の投げですね、ポイントにはなりませんですけど、有効な感じはあります。相手を崩しにかかります。野党選手、多少分があるといったところでしょうか。いいですさあ、ね、蹴りも出してますこちらもね。相手の攻撃のにタイミングを合わせて、数分狙います。30 seconds remaining in the さあ、残りわず final か。round. 30 さあ、内 seconds. もも。さあ、最後、残りわずか。双方攻めたいところ。膝蹴り。さあ、そのパンチの応酬。
さあここでブレイクしました。残り10秒。さあパンチ足剣の応酬、双方下がりません。さあここで終了が告げられました。第3ラウンド、さあこれは審判団の判定に委ねます。栄冠をつかむのはどちらの選手か。野党選手です。3対1で野党選手に勝利が選手になりました。21年のワールドサバキチャレンジ軽量級優勝はユージ・野党選手です。ですね、野党選手ローキックで果敢に攻めていきますね。ローキックパンチ、最終ラウンドは手数が出てますね。掴んでの内もも投げに持っていきたいところですが、はい、相手も地元に入りますね。さあ